おはようございます。あ、こんにちは、かおるみだ。はい、ということで現在朝8時でございます。はい、ということでね、今回は YouTuber かおる TV の一日ということで、まあ多分寝起きからすっぴん化粧を期待したと思うんですけれども、しっかりシャワーも浴びて、しっかり化粧して、動画を撮り始めてます。期待させてすいません。今日はね、撮影以外の時何をしてるかって質問と、朝から動いた時にどうやって時間潰してるか教えてくださいみたいなのが多かったので、まあ私の撮影日常をね、ちょっと皆さんにこうお見せしようかなと思い、朝っぱらからカメラを回しております。頭が回らん。何喋ればいいんだろう。で、まあ、とりあえずね、今日のスケジュール的には、午前中に1個、それかい、夕方に1個、まあ、空いてる時間は、まあ、映画、買い物、カフェとかなんか、いろいろ回ろうかなと思います。はい。ということで、まだ化粧しただけで、何を着ていくかも決めてないんですけど、寝たい。それではゆっくり準備しながらお家出たいと思います。はい、ということで今ここは今日のね、一番最初の撮影地に到着しました。で、今日のお店は、まあ、そんなに朝っぱらからやってるお店じゃなくて11時オープンなので、今ね、ちょうど10時55分に最寄りの駅に着きました。それでは今日1個目の撮影行ってきたいと思います。行ってきます。こんな感じでインサートを撮ります。今撮影が1つ終わりまして、まあ、11時ぐらいにさっき入ったんですけど、今12時ぐらいかな。まあ、大体1個の撮影に1時間ぐらい、1時間から1時間半ぐらいかかるかな。ということで、じゃあ、いつもね、撮影後からこう空いてる時間何してるんですかって質問も多いので、今日はちょっとそういうところについてもお見せしていきたいと思います。今回はちょうどご飯食べたところの近くに映画館があるので、今日は映画を見てちょっと、ゆっくりしたいと思います。じゃあここ CGV ありますので、今日は CGV で映画見たいと思います。ねえ、これ早く見たいんだよね、スパイダーマン。今が12時40分からのが、ということで、じゃあ今ね、時間が次の撮影までね、お腹を空かせなきゃいけないのと、時間もありますので、ちょっと今日は映画を見ていきます。はい、ということでね、今映画見終わりまして、まだね、時間があるんですよ。今日行こうと思ってるね、お店がオープンがね、5時半だっけな、5時だっけな、まあ、そこら辺だから、まだ時間がありますので、まあ、ちょっとね、必要な化粧品も切れちゃった化粧品とか、あとはこの空いてる時間にいつもね、買い物したりとか、あとはカフェでちょっとこうゆっくりしたりするので、まあ、とりあえずカフェにでも入ろうかと思います。でね、まあ、結構みんなおしゃれなカフェとか結構気になると思うんですけど、私は意外とチェーン店に入っちゃいます。ということでね、今回私が一番好きな韓国のチェーン店のカフェのうちの一つに入っていきたいと思います。ロニューラテなんですよ。はい、じゃあ、ね。ご注文はしないや。ね。シグネチャーレニューラテです。初めて飲むんだけど、いつもね、アメリカのをね、頼むんだけど、今日ちょっと撮影してるからそれ見えなくて、ラテにしました。うまい。
まあこうやって空いてる時間は一人でカフェに来て何するかって言われたら、まあ普通にぼーっとしてる時もあるし、家帰っちゃうともう編集とあと睡眠に全部時間を費やしちゃうから、明日行くお店とかを調べたりとか、あとは時間が余ったらインスタのね質問コーナーやったりとか、あとツイッターのお返事したりとかしてます。で本当はねカフェもこういう甘い味が好きなんだけど、甘いの飲むとお腹ちょっと溜まっちゃうから、まあ、次ねまたモッパンに出かけるので、まあ、あんまり当たり障りのないアメリカの飲むことが多いかな。まあ今日はそれでもね、あのトゥーサンプレイスに入ってきたんですけど、トゥーサンプレイスちょっと高いので基本的に割と休みのところに入ることが多いかも。はい、ということでそろそろねもう3時半過ぎましたので、買わなきゃいけない化粧品とあと少し洋服を見たいなと思うので、出てちょっとね本田の方に行きたいと思います。ということで、私はいつも大体バスか電車を利用するんですけれども、今回はバスに乗っていきたいと思います。こんな感じで私はいつもバスで移動します。でちなみにバスでも電車でもそうなんですけど、優先席はね絶対に座らないようにお願いいたします。韓国日本よりも、優先席へのこう認識が結構高いので、座るとなんでこいつみたいな顔で見られる場合もありますし、いろいろ言われる場合もありますので、妊婦さん席と、優先席は座らないようにご注意ください。それから日本のバスと違ってかなりガツガツ動きますので、はい、揺れます。そして降りる駅の前にディンドン押して、立って待ってないと降ろしてくれない時もありますので、はい、降りる駅の1個前くらい、到着前くらいになったら立って出る準備を、こう雰囲気を醸し出さないと止まってもらえません。それでは、本店まで行きたいと思います。はい、ということで今が4時20分なので、まだねお店が開くまでに時間があるので、ちょっと必要な化粧品とあと洋服をねちょいちょい見ていきたいと思います。ちょっと私が使ってるマスカラがペリペラのマスカラなんですけど、切れちゃったのでちょっと買いに来ました。今ねオリーブヤングで8000ウォンが800円ぐらいだったんだけど、実際にクリオのが安いかもしれないので、ちょっとねクリオの方見て、安かったらここで買って、クリオの方が安かったらクリオで買う。でこういうの可愛いけど着たらどうなんかな。990円なんだけど、なんか逆で履いちゃってるみたいなんだけど、なんでなんかズボンのポケットみたいな。はい、じゃあこんな感じで、いつもまあショッピングしてるんですけれども、韓国にいてこうやって道行ったり来たりとかしてるとね、どうしても、まあ、見ようと思わなくてもこのディスプレイとかが見えるから、あ今こんなんが人気なんだなとか、韓国で1個流行るとすごいどこの店でも同じもの売ってるような感じで流行りがすごい分かりやすくてこんにちはなんか何が流行ってるのとか結構分かりやすいんだけど、やっぱり韓国に住んでないとどうしてもなんかツイッターだったりとか、あと芸能人のインスタ、芸能人が着る服とやっぱり一般人が着る服って違うから流行りわかんないなとか、韓国に来た時にこう流行りとかをバババってもう目処つけといて買いたいっていう人にね、私が今おすすめしたいのがあって、私もよく見てるんだけどスタイリシアっていうアプリがあって、なんかそのアプリが結構なんて言うんだろう、こう名前の通りね、こう情報をシェアするみたいな、なんかそういうアプリで、まあ、ファッションから始まりコスメとか、 なんかそっちのビューティー系のねものも情報もシェアとかしてくれて、今の流行りとかがかなり分かりやすくなってるのでね、ぜひスタイルシェアの方で、ね、ダウンロードしてちょっとなんかいじってみると、まあ、韓国に来た時に有意義に時間過ごせたりとか買い物ができると思います。まあ、アプリは下の概要欄に、ね、詳しいこととかダウンロード先書いておきますので、気になった子はぜひチェックしてみてください。それではねもうちょっと買い物してみたいと思います
はい、ではね、そろそろ時間になりますので、今日最後の夜ご飯の撮影に出かけていきたいと思います。ではちょっと雨が降り始めちゃったんですけど、足早に撮ってきます。それでは今日最後の撮影行ってきます。はい、ということで今ね、7時15分なんですけれども、今日はこれで全部撮影終わりました。今日はまあ映画とかカフェとかあと買い物したんですけど、まあ大体こういうね、撮影の間は買い物したりとか、毎日映画見るわけじゃないので、まあ、PC 版行ってゲームしたりとか、あとはさっきのカフェに座ってインスタのね質問コーナー答えたりとか、まあ、空いてる時間はね結構みんなとこう会話がコミュニケーションが取れるように努力はしております。はい、あとはね YouTube のコメントにハートつけたりとか、はい、まあ、今日はちょっとお店が開くのが遅い時間だったので、まあ、7時15分ぐらいだからお家に着くのが8時過ぎぐらいかな。で家に帰って編集をしてって感じかな、一日は。まあ、結構こういう何気ない日常気になるかなっていう気になる人がいたりとかするので、ちょっと今日撮ってみたんだけどどうだったかな微妙。なんか撮ってみたら私の考えてた Vlog じゃなくなって、普通の動画みたいになっちゃったんだけど、そのうち近いうちに購入品もあげようかな、あげれたら。まあ役に立つ部分なかったかもしれないですけど、皆さんのお役に立ったらいいと思います。はい、ということで今日は、YouTuber カオル TV は撮影以外の時間を何をしてるのかっていう動画でしたいいこんなんで今回の動画お役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。概要欄にインスタとツイッターの ID 書いてありますので、そちらの2つでね、あの急なお知らせとかライブのお知らせいたしますので、そちらの2つのフォローもぜひお願いいたします。追加情報とか、あと私の勝手な日記、概要欄に書いてありますので、ぜひ一度目を通してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラメン、アメルニョイカチ、終わり。